まずは東大医学部の神の河野さんの番です。縦と横に動かすことはできますが、相手もしくは自分の駒を飛び越えて動かすことは許されません。コンピューターは数十手数百手、時間が許せば数千手先まで読むことができます。赤を C の1から C の2に移動します。コンピューターに負けないことですら大変な偉業です。相手の駒を挟み込む、あるいは駒を動かせなくしたら勝利となりますが、果たして神の河野は勝てるんでしょうか。その後、さあ攻めた、さあどうだ、コンピューター相手に攻めの姿勢を一切崩さない河野、やべえ。そして続いて東大医学部の神の河野さんの番です。どうだ、河野一つ息を吐いた。さあ東大医学部の神の河野玄斗、動かした、チェックメイト、コンピューターの負けです。さあ赤い駒が動けなくなりました。河野玄斗見事コンピューター相手に勝利を収めました。河野玄斗の脳はまさに神の脳でありました。コンピューターを上回った歴史的な瞬間であります。スタジオの河野さん、はい、見事な勝利でした。おめでとうございます。ありがとうございます。改めて戦い振り返っていかがですか。まあ、ちっちゃい頃父がチェスを進めてきて、そうなんだ、経験値がおかしいよ。河野さんは小学校3年生までお父さんの転勤でアメリカニューヨークで暮らしていました。その頃ですか。まあ、先を読む力はその時に身についたのかなっていうふうに思います。